伊勢神が提供するエグゾフレームは我々に違う技術の選択肢を与えてくれた。どの技術を選びどう活用するか、我々にはそれを決める自由が必要である。技術こそがイデオロギーなのである。各国の軍隊のみならず、テロリスト、民間軍事請負業者、ありとあらゆる戦場で何者かがエグゾフレームの運用戦略を指南している。パキスタン山岳部隊の異常な操縦連動、ゲリラや民兵組織における普及と浸透の速さ、誰かがエグゾフレームで戦争の形を変えようとしている。現にエグゾによってこの世界を変えようと地球に紛争の火種をまき散らしている奴がいる。それが例のドクロので、君たちは何を解明したんだ。ゲルシステムのちょっとしたことよ。裏には間違いなくアザニアのライラ・レシャップがいる。それに気づいているのは俺たち海兵隊だけだ。だから俺たちは奴に対抗するための装備を持たなければならない。